この動画では火災を防止するための日頃からの備えについてご説明します。南海トラフ巨大地震災害対策等検討部会では、南海トラフ地震が発生した場合、火災による死者は大阪府全体で176人と想定されています。そのうち守口市の死者数は80人となっており、大阪府内における死者の割合の約 45% を守口市が占めています。地震による火災を防止するためには、日頃からの備えと地震発生時の対応が大切です。今回はその備えと対応例についてご説明します。まずは日頃からの備えについてご説明します。家電製品のそばに花瓶や水槽など水の入ったものを置かないようにしましょう。地震で倒れてコンセント部分に水がかかると発火する恐れがあります。揺れを感じて自動的にガスの供給を停止するガス漏れ遮断機がほとんどのご家庭に設置されていますので、特性や使い方を十分に理解しておきましょう。ガスコンロ周辺の棚などから燃えやすいものが落ちてこないようにしておきましょう。次に住宅火災の予防の重要性についてご説明します。これは消防庁が発表している火災件数のうちの住宅火災の割合と火災死者数のうちの死者の割合に関するデータです。これによると、令和元年中の火災のうち住宅火災の発生件数は全体の出火件数の約3割であるのに対して、火災死者数の割合を見ると住宅火災による死者数は火災全体の死者数の約7割を占めています。このことから住宅火災による死者の割合が非常に高いことがうかがえます。消防庁では命を守る7つのポイントとして次のような防火対策を呼びかけています。寝タバコは絶対にしない、ストーブの近くに燃えやすいものを置かない、コンロに火をつけたままでそばから離れない、逃げ遅れを防ぐために住宅用火災警報器を設置する、寝具やカーテンなどには防炎品を使用する、火災を小さいうちに消すために住宅用消火器などを設置する、日頃から隣近所との協力体制を作る、以上のことを踏まえ火災予防に努めましょう。あなたと大切なご家族のために災害への備えをより一層進めていただきますようよろしくお願いします。